阪神才木ひろとがマイペース調整。1月下旬に体調不良、もう大丈夫。阪神才木ひろと投手がじっくり状態を上げていく。1月下旬に体調不良を発症し、1軍先のリジストレを見送り、この日沖縄入り。もう大丈夫と強調した上で、第1クールは様子見で行かせてもらえると思うと、キャンプ序盤は慎重に調整を進めるプランを明かした。開幕ローテーション入りへ、キャンプで状態を上げて、オープン戦でちょっと落として、開幕前に上げられるようにと見据えた。無茶は専用にね。佐伯くん体調崩してたから先乗り戦買ったんやな。佐伯も大竹もマイペース調整でいいよ。監督も村上大竹はゆっくりめの調整でいいって言ってるし、実際本人もそのつもりみたいだし。佐伯は体調不良か、お大事に先乗り自主トレができなかっただけで離脱ではないのね。中途半端にぬくかったり寒かったりしたから風邪ひいたんですかね。焦らずゆっくり。インフルやらコロナやらもまたまた流行ってるっていうし、皆さん元気でいてほしいものです。きつけて。お大事にです。暖かい沖縄でまた佐伯くんの笑顔を見せてくださいね。佐伯くん、体調しっかり直して参加してくださいね。佐伯さん、ぼちぼちで。まだ始まったばかり、焦らずに。ゆっくりね、時間はあるからね。無理せずお大事に。心配すぎるんだけど。佐伯また離脱したのか。え、やっぱりそうなんや。一人だけマスクしてたし。佐伯くんかわいそう、お大事に。佐伯がキャンプで遅れか、体調不良は仕方ないことはないけど、ゆっくり直して開幕投手取る気で行ってほしい。俺はそのポテンシャルはあると思う。体調崩してたのか、復活したみたいでよかった。今年も頼むよ。最近ミーティングでマスクしてんな思ったら、やっぱ体調不良か。まあ風邪かなんかだろうけど、焦らず頑張れ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。